完全にもうコンプリート無理かも。皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴブルだ。ヒューイナ。はい、今回の動画はこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオキャラクターパック3の最終回になります。はい、キャラクターパックの開封もこれで4回目になります。で、しかも今回で合計23個買ってます。前回の動画でテレサ、バサバサ、トーピード、この3体を狙って6個買いました。結果的にはバサバサとテレサが出ましたが、トーピードは出ませんでした。なので今回の動画で絶対にトーピードを当てたいです。もし出なかったら諦めます。はい、では開けます。ちなみに今までは京都駅のトイザラスに行って買ってきたんですけど、今回はもうすべて運に任せてオンラインストアで買いました。残り1種類なので、もう僕は運に任せます。欲しいのはトーピードなので、今回で絶対に当てたいです。では1個目開けます。せーの、デッド。おい、クリボンじゃねえか。うわぁ、これでクリボンが5体出ました。やべえうわ、もういきなり一番ダブってるやつ出たので、なんか幸先悪いな。では2個目開けます。お願いだ、トーピード出てくれ。せーの、デッド。おぉ、トーピードじゃない、でもテレサだ。あ、やった、テレサ2体目は正直めちゃくちゃ嬉しいです。では3つ目開けます。せーの、デッド。クリボン6体目マジで？おーい、クリボンいらねえよえ、僕ってクリボンに呪われてるのか、そんな。いや、ちょっとこれオンラインストアの人なんちゅう選び方してんだよでは4つ目開けます。ちなみにこれおそらくハズレです。なんでかっていうと、これガサゴソの予感がする。完全にもうコンプリート無理かも。せーの、デッド。あ、おい、え、まさかこれは、あーあーあートーピードだ。やった、これでコンプリートできた。うわー、もう長かった、ほんと。いや、嬉しい。いや、もうよかったよ、これでトーピードやっと出た。うわー、もうよかった、本当。あ、嬉しい。はい、累計22個目でついにトーピードが出ました。ということで、レゴスーパーマリオキャラクターパック3をコンプリートすることができました。いや、もう長かった、本当。累計いくら使ったんだろう。キャラクターパック1個550円なので、1万3000円ですねキャラクターパックだけで1万3000円使いました。これクッパ城買えんじゃんいや、でも最後でトーピードが出てめちゃめちゃ嬉しいです。では最後の1個目開けます。もう最後の1個目は何でもいいです。実を言うと、これもガサゴソかトーピードなんですよね。トーピードとガサゴソって中に袋が入ってるので、これおそらくどっちかですね。まあ、ガサゴソでもトーピードでいいので、とりあえず開けます。では最後の1個はこちら。よっと、あれ、え、まさか、あー、トーピードだ。うおー、最後の最後でトーピードが出ました。うわ、これなんか持ってるなはい、最後23個目はトーピードが出ました。はい、今回の結果はこのようになりました。出た順でクリボン、テレサ、クリボン、トーピード、トーピードです。いや、一番嬉しいのはトーピードが2体出たことです。最後の最後で持ってないのを2個当てるのはすごい神引きだと思います。クリボン6体ってこれもうありえないですよね。いや、もうまさかなんですけど、僕本当にクリボンに呪われてるようなで、あとはテレサもう1体欲しかったので、テレサも出てすごい嬉しかったです。はい、では今からこちらのトーピードを組み立てます。じゃあせっかくなので今回は声出しながら組み立てます。先ほども言ったんですけど、本当にこのキャラクターパック3の戦いは長かった、本当僕も下手すりゃ1万5000円使うところでしたねまずは台座から作ります。ここにつけて、そうそう、今回こちらの装飾パーツ、これ欲しかったんですよね。これは海の作品とかにも使えるので、このパーツは欲しかった。あれ、はまらない、よいしょ、あー、いけたいけた。で、このパーツをセットと、で、このパーツがここに来て、で、ここにクリアパーツ、おー、ちょっと
はい、まずは台座が完成しました。今回のトーピードはいわゆる水中型キラーなので台座パーツは海になってます。ではトーピード本体を組みます。うわ、もうめっちゃ不気味な顔してるな。トーピード作り方に関してはほぼキラーと一緒ですね。あ、そうだ、思い出した。僕このパーツ全然ないんだよな。合体ロボでこのパーツめちゃくちゃ使うのでそろそろ取り寄せないと。よいしょ、ここにバーコードを載せると、で後ろにモーターを、あれ、これ硬い、で最後にトーブをはめれば、よっと、はい、トーピードの完成です。これ完全まんまキラーですね。で台座にはめれば、はい、完成、トーピードです。いや、これ開けるの本当にめちゃめちゃ苦労しました。ちなみにもう一体作ったんですけど台座は作ってません。では改めて近くで見ましょう。もうこれ完全に頭おかしくなったキラーですね。はい。ちなみに先ほど軽く説明した通り、トーピードはいわゆるキラーの水中型です。まあざっくり言えば魚雷ですね。なので台座パーツも水中ステージとなってます。トーピードの全体はこのようになってます。はい、キラーと比較するとこんな感じです。基本的に変わってるのは頭部のプリントパーツと、あとは後ろのパーツですね。キラーは何にもないんですけど、トーピードはスクリューがついてます。で、トーピードの腕はこのように回転します。はい、レゴマリオとレゴルイージで音声確認いきます。まずはレゴマリオから。では行きます。音声についてはウニラと一緒ですね。ちなみにキャラクターパック1のウニラは、では続いてはレゴルイージ行きます。はい、今回でついにレゴスーパーマリオキャラクターパック3を全部コンプリートすることができました。いやー、もう本当に何回も言ってるんですけど長かったです。第1回目何個買ったっけな、確か12、3個ぐらい買って、最後のメットだけ単品買いして、第2回目は12、3個買っただけで全部コンプリートして、今回は23個買ってやっとコンプリートできました。もうこれ完全に箱買いですよね。はい。もう1箱分買ってトーピード出なかった時はめちゃくちゃ悔しかったです。ですが今回はやっとコンプリートできました。で今回のキャラクターパック合計13個ダブりました。いやー、もうひどい。はい。特にもうクリボンですね。もうクリボンはもう当分いらないですね。はい。で、あと僕個人的にテレサが2体出たのがすごい嬉しかったです。で時期的にそろそろ来年の1月あたりにキャラクターパック4出ると思うんですけど、キャラクターパック4はどうしようかな、箱買いしようかな。箱買いしたら確実にコンプリートできるんですけど、あ、どうしようかな。まあ箱買いするかしないかは考えておきます。あ、そうそう、言わせてたんですけど、次のレゴスーパーマリオの新作はなんとルイージマンションです。ルイージマンションはやったことないので、どうしよう。まあそこも考えておきます。はい、ということでレゴスーパーマリオキャラクターパック3の第4回目の開封で見事全種類コンプリートできました。いや、もう本当に長かったです。僕もキャラクターパックをまさか23個買うとは思いませんでした。でやっぱね、全種類並べると本当に素晴らしいです。ちなみに全10種類中1個もダブらなかったのがワンアップキノコとバサバサです。バサバサについてはテレサのお化け屋敷で4体手に入るのでバサバサも当分いりませんね。ガサゴソ、ビリキュー、トーピード、パラボム、テレサ、クロスケ、この6種類は2個ずつダブって、骨メットが3体とクリボンが6体です。もう当面クリボンはいりません。もうこれ完全に一言言うのであればこれ3本できますね。はい。いや、もうほんと僕ってクリボンに呪われてるような。でキャラクターパック4については今のところ一切何の情報もわからないんですけど、おそらく雪山ステージが出ると思います。あの、もしキャラクターパック4に入れてほしいのであれば、僕はクラッシャーを入れてほしいです。僕クラッシャーも好きなので入れてくれたらすごく嬉しいです。はい、ということで全4回にわたってキャラクターパック3の戦いは終わりました。キャラクターパック4は今回のキャラクターパック3のようにならないことを祈ります。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。